訓練。今日の訓練は緊急地震速報が出た想定で行われ、北九州市役所や各区役所など全ての職員およそ7200人が参加しました。参加者は机の下に潜るなど揺れに備え身の安全を確保した後、壁や窓ガラス、柱などに異常がないかを確認し、責任者に状況を報告しました。市の職員が地震が起きたときに身の安全を確保して、その後の災害対応に備える初動の対応ですね、そこをしっかりと習慣づけていきたいと思っております。北九州市は2014年から防災の日に合わせて毎年訓練を実施しています。